横断歩道の手前で止まって、まずサイン。トロン。はい、もっともっとやってまいりました。おうちで学ぼう交通安全。私はもうすっかりおなじみの横断歩道のしましまお姉さんです。さあ、今回訪問いたしましたのはこちら、福島県は東白川郡にありますところの田中幼稚園のですね。ママくん、こんにちは。やあみんな、こんにちは。僕は魔法幼稚園の守るわたるだよ。いやあ、今回はね、2回も交通安全の勉強しちゃったんだ。一度に2回も？全部でだいたい150人とお友達になったんだ。すごいでしょ。へん。じゃあその様子を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。さてさて、改めまして、今回お邪魔パジャマいたしましたのは福島県東白川郡の田中幼稚園のですね。てなわけで、早速今回のスケジュールなんだけど、7時45分幼稚園入りからの準備とリハーサル、9時30分1回目の本番からの10時50分2回目の本番といったところ。今回は2回なんですね。ではでは、早速準備をしてまいりましょう。なんだけど、今回は時間がタイトだったもんで、準備中の取れ高がないんですね。言い訳。さあ、9時30分、いよいよ1回目の園児たちの入場です。先ほど触れましたが、今回は参加希望者が多かった、というか幼稚園の全員が参加するんですね。ということで、1回目は年少3年中3の約100名が参加、訪問版のマックス人数といったところかな。さあ、園長先生のお話を聞くぞ。今回はね、みんなが公演中乗りやすいようにと思って、ミュージカルの中に出てくる歌をみんなでちょっと予習してから始めようと思うんだ。さあ、ママくんが現れたぞ。交通安全ラップだね。さあ、心の準備もできたところで本番スタート。いつものように大迫力のダンスからのスタートなんだけど、さっきみんなママくんとお話ししたから、おお友達が出てきたぞって感じでよかったんじゃないかな。そして園長先生のものすぎー魔法は今日も絶好調。これにはさすがのママくんもおったまげー。お花屋さんが現れたら、もうここは人間の街。お前さんの3つの約束、しっかり手を挙げる、のまき。あら、もうみんなしっかり手を挙げてくれてるぞ。覚えが早いね。そしておまわりさんのお姉さんは信号機の色の意味を教えてくれてるんだね。何やら手くずってる。てか横断歩道の登壇シーンは8名ずつの予定だったんだけど、あれあれ、まあ予定通りに行かないところが子供たちってとっかな。さあ、2列目のお友達も行くぞ。3列目のみんなもしっかり渡れるかな。続いては赤をどっちかなゲーム。ミュージックに合わせてあげられた赤か青のほうきの色でリアクションするっていう、誰でも楽しめるゲームなんだよ。青の色の時はどうするんだったっけ楽しそうでしょ。何しろ今回は通常の年長さんだけでなく、年少さんも楽しめるよう全力で内容を考えたんですね。ダンスの途中でおまわりよから、おまわり声早変わりなどなど、と思われた関係者の方、ぜひぜひ挑戦状お待ちしております。
続いては10時50分2回目年長さん約50名が参加してくれたんですね。横断歩道の登壇シーン予定通りの4人2列一切違うだけで大人の余裕でか。信号機の横断歩道も同じく予定通り4人2列の構成。さすが園長さん落ち着いておられますな。そして交通安全クイズ、もう安心して見てられるね。さあ、さっき練習した交通安全ラップだよ。なんだけど、あれあれ？そう、勘のいい方ならもう気づきかと思いますが、いつものラップとちょっと違うんですね。そう、体を使った交通安全ラップ。もういろんな意味で、やべえ。さあ、2回続けた交通安全ミュージカルもいよいよ大詰めを迎えようとしております。皆さんの心には何が残ったでしょうか。しましまお姉さんにはまずサインてか。交通安全のことがよくわかりました。そしてこれからも交通安全をずっと守っていきます。ありがとうございました。みんな今日は本当ありがとう。ありがとうございます。さてさて、次回の魔法エンジ守る渡るは福島県のカトリック千草幼稚園にお邪魔ポジョマするぞ。お楽しみに。どうだった、しましまお姉さん。年少さんから年長さんまでみんなとお友達になれちゃったね。いやー、それにしてもよかったよかった。さてさて、そろそろおしまいの時間が近づいてまいりました。本日の動画はいかがだったでしょうか。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた、お邪魔パジャマ。